目つぶしと噛みつき金的以外何でもありでお願いします。それで俺は受けますから、何でもありでやりましょう。俺に喧嘩打ってきたんで、キックボクシングルールなんて俺弱いんで、喧嘩しか自信ないんで、街中の喧嘩だったら物持って引っ叩いてやるんですけどね、有無を言わさず黙って物持ってボコボコにしたんですけど、俺弱いからすぐ物持つんですよ。ゴルフクラブとかみんな知ってますよ、地元はすぐ物使うの弱いんで。250番さんに電話してみましょう。250番さん出っかな、寝てっかな。寝てっかな。もしもし、おはようございます。おはようございます。渋い、あ、寝てた。あ、大丈夫ですよ。いや、渋い寝て方が、ホーミー系さんかと、ホーミー系さんかと思いましたよ。配信でもしてるんですか。してます、してます。あの250番さん、はい、あの鈴木に言っといてください、条件。はい、55キロ、はい、何でもありルールで、目つぶしと噛みつき、金的以外何でもありでやってください。お願いします。こっからね、はい、さあ始まりました、楽天 TV のお時間です。あ、間違えた、楽天バンされたんだった。ああ、見えろ。昨日と今日と2日にわたり、所沢のタイソンこと久保振海さんから電話あり、熱心に入れ墨の勧誘をされました。入れ墨のデザインはなんとタイソンさんの本名でございます。私鈴木、仕事上入れ墨を入れることができないので、タイソンさん、これで勘弁してください。どうや、三連戦無敗、ワンパン伝説。やったー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 、やった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 、 See you。 どうや、あ、俺喧嘩弱いんで、あの全部ありでやんないと、はい、はい、やりづらいんで。なるほど、はい、はい、お願いします。金的と噛みつき目つぶし以外何でもありでお願いします。喧嘩ルールで、俺に喧嘩打ってきたんで。はい、あ、はい、打ってきたんですか。なんかいやいや、だから俺に挑戦してきたってことは喧嘩打ってることなんで。あ、はいはいはい、肘あり、チョーパンありでお願いします。あ、わかりました。はい、お願いします。それで体重は55キロ で体重合わない場合は目つぶし、筋的ありで、噛みつきありでやりましょう。向こうが体重、今いいんですか、 YouTube って。え、なんですか。YouTube ってあんま良くないんじゃないですか。あ、ダメなんですか。あんまりやれんとき、あのあれ入れてください、ぼかし入れてください。いやいや、ぼかしっていうか障害罪じゃないですか。いやあの、いや違うんですよ、リングの上でやるんで。はいはいはい、はい、障害じゃないです、大丈夫です、ルールで。あの、まあ、ラウェイと一緒ですよ、ラウェイと。どうなんですか、ね、ラウェイと一緒ですよ、ラウェイと、ラウェイ、ラウェイ、まあ肘とかってありなんですか。ありですよ、チョーパンありですよ。だって地下格は全部ありですもん。あ、そういうもんなんですか。そうです、そうです、地下格は、はい、あの、はい、あれです、あのミカバックとかやってるのはみんなチョーパンありですよ。あ、そうなんですか。はい、だいたいその肘なんて骨折れちゃうじゃないですか。はい、それでお願いします。ちょっと待ってください、僕だけじゃないんです、まあ、いや、俺だけでいいんですよ、俺と鈴木だけのルールだけ、特別ルールで。はい、はい、まあ、なんかちょっと、特殊なルールってことですか。特殊なルールで、はい、そうじゃないと盛り上がらないんですよ、はい、相手が相手なんで、数字もねえし、俺にとって美味しくないんですよ、はい、相手は、うん、相手は美味しいけど、いや、まあまあまあ、その希望するっていうだけですからね、現段階で。あ、そうですか。俺受けますよ、別の人で選んでもいいですよ、ね、俺受けてくれるんですか。受けて、あの全総合でやりたいですよ、だから本当にあのめたくそにやってやりたくて、ふざけてるから喧嘩打ってきて、はいはい、俺とやりてえなんて。なんか直接言われたんですか。いや、何も言われてないです、何も言われてないです。もう挑戦してきたことがイラついてて、僕
僕もその、はい、直接じゃないんですよ。その鈴木と直接話したわけじゃないんで、はいはいはい、平田さんがそのスクショみたいなのを送ってきて、うん、はいはい、鈴研がこんなこと言ってるぞみたいな、はい、やりましょうやりましょう。それで煽ってるんですか、はい、はい、俺がもう火ついちゃったってことでお願いします。平瀬さんに言っておいてください。平瀬さんにちょっとみんなにルールのことはちょっと確認します、はい、僕一人じゃ決めれないことは。あ、分かりました。もう俺やる気になっちゃってて、はい、ぶっ殺す本当にもう頭して頭してしょうがないですよ。なんかあったんですか。いやいや、なめられてるっていうのがもう頭して、いや俺に挑戦したことを公開させてやりたくて、はいはいはい、普通の、 あの1分間で終わらせませんよ俺。もう挑戦したこと絶対公開させてやりますから。耳ちぎっから俺目つぶし勢い我慢して目つぶしなしの噛みつきなしでやるわけですから、相当我慢ですからね。あ、そうか。普通だったら喧嘩もしねえって、その辺のものでボコボコぶん殴っちゃう勢いですから、なめんじゃねえっつって。喧嘩もしねえっすよ、うん、普通だったらなめやがって。うん、まあでも鈴剣を思いっきりぶん殴られるのちょっと羨ましいですけど、ね、俺にも喧嘩打ってたから耳ってやねえやろ。それでお願いします。一応はい、はい、一応練習はしてるんですけど、はい、はい、ボクシングの練習はしてるんですけど、はい、得意なのは喧嘩なんで、格闘技不得意なんで俺、はい、本当に。いや、もう多分ですけど、もうちょっと多分、はい、腰を入れた方がいいんじゃないですか、パンチに、はい、腰入れます、多分、はい、多分、はい、腰入れます。僕ちょっとちょろっと見たんですよ。腰入ってないでしょ、腕打ちになっちゃってるでしょ。今日朝なんか2人でなんかやってほしい。いや、あれね、ちゃアスパルメというかそのシャドウみたいな、はい、あれ言い訳じゃないけど、あの人強すぎて、はい、入れらんないんす。逃げちゃうんですよ、どうしても俺が。はい、相手プロで、はい、スピードが違いすぎてどうしても俺逃げ腰になっちゃうんですよ。あの当たんのが怖くて。はい、だってプロはやっぱきついっすよ。きつい、あのスピードが全然違くて、はい、左ジャブがあのミニストレートぐらい痛いんですよ、うん、素人の、うん、早いし、だからもうなんかね、スパーにならない、あの人と。ああ、防御ですよね。あと防御、はい、僕も防御力ないんで、そのやっぱプロの人とかとやると思いっきり食らっちゃうんですよね。ボコボコ、そう、ボコボコですよ、プロとやると。でも素人だったら殴り合いできるから、素人だったら、はい、怖がんないで殴り合いできるじゃないですか。子供の時の喧嘩みたく、いや子供の時の喧嘩みたくできないですよ、プロとは。できないですよ、できないです、できないですよ。ボコボコですもん、ボコボコされちゃうもん、本当に。当たんねえし、当たんないですね、当たんないし、ボコボコされるし、もう怖くなっちゃうんですよ今度。あのやられる一方なんだもん、こっちの当たんねえで。だからあのコーチとやっていけばだんだん強くなると思うんですよ、普通に張り合えるようになれば。はい、全く見えないんで彼のパンチ。うまいですよねプロの人。まあそれは、まあ、プロだからうまいに決まってるんですけど。そうですよ、だって彼も言ってたけど、あの彼のジャブ見えないんですよ、もろ入っちゃうんですよ俺、パチンって。あれも練習したんだって、やっぱり自分の先輩とやった時にやっぱりジャブ食らって、これジャブ習得しなきゃって思ったらしいですよ、野口先生も。あ、そうなん、ね、全然見えなかったって、やっぱりあの最初ジャブバチンって入れられて、あ、これは覚えなきゃって思ったらしいんですよ。そうですよね、気がついたら食らってますもんね。気がついたら食らってます。今日もいっぱい食らいましたよ、ボディもいっぱい、あっという間に。ジャブをなんかシュシュシュって3連続ぐらいしてくるやつがいるじゃないですか。はい、全部あって。けど見えないって、パンパンパンって、ポンポンポン、こんな感じで当たるんだ、ポンポンポンって、こんな感じで、ここに当たっちゃってんだもん。もう、うんうんうん、怖くなっちゃうんですよ、だから、向かい合って、こう行くのが。もう当たっちゃうから、うん、見えないし、そうですね。毎日行ってんですか、今、トレーニングは。いや、最近、怪我してから行ってないですよ。ああ、そうですか。家では やってますけど、ちょっと。なるほど、なるほど。体動かしといた方がいいですよ、はい、毎日。そうですね、うん、体は一応動かしてます。もうあの250番さん、はい、感謝してるよ。え、なんですか。感謝してるよ。あ、とんでもないです。この大会もレイチームさんとやってくれて、結果になってくれた、これこの盛り上がってこうなってきたというのは嬉しいじゃん。だってゆりたくんなかなかやってくれなかったからさ。はい、ね、ゆりたくんも忙しいだろうし、もうまあ忙しいんだと思いますね。だから
盛り上げていきましょう。忙しいんだと思うし、はい、あのこいつらハハ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 こいつら何やってんだって思ってますよ。いやだからあの人さ、ジョーク分かる人だからさ、ウリタ君に笑ってもらえればさ、笑顔になってもらえればいいかなと思って。ウリタ君にお笑いしてもらいましょうよ、腹考えて。はいはいはい、ね、まあ、連絡とか取っても別に展開中武道会のことは何も触れてこないんですよ。いいんですよそれ。うわはい、終わったら触れてくれるから、絶対あのライブで言ってくれるよ。終わったらライブでちょこっとぐらい。そういうこと言ったらあれだって多分思ってるんだと思う。そうだ、あの人本当に優しいから、はい、素敵ですよね。うん、本当に素敵、優しさが、気遣いとか。うん、そうですね。めっちゃ素敵ですね。会うたび好きになっちゃう俺。まあ、タイソン軍団と絡むの最初どうかなと思ってるんですけど、別に今タイソンと一緒にうろうろしてるわけじゃないから。うんうん、そうですよね。って思って呼びました。まああとやっぱり、まあ、元タイソン軍団いや構図がいいよ、構図がいいよ、元タイソン軍団と。そうそうそう、構図がいいよ。ヤコジマさん、構図がいい、構図がいい。盛り上がるよ。他に誰かいます？なんかもうちょっとなんか有名な人とかね、はい、2、3人出てくれると多分もうちょっと湧くと思うんですけど。俺も全然美味しくないもん、鈴木とやるから。だからルールかなんかで美味しくしてくんねえと本当美味しくなんないんですよ。頼みますよ本当に。ね、いや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 、楽ちんさんがやるってだけでも面白いっすよ。あ、本当ですか？笑って見ない人いると思いますよ。ありがとうございます。亀仙人ちゃんと、はい、亀の甲羅もかぶってきますから、ちゃんと甲羅もあるんですよ俺本当に、本物の甲羅あるんですか？あるんです。ほんで亀仙人 の服もあるし、あとは麦わら帽子買うだけですか。あるんです。麦わら帽子かぶるだけですから、あと。あ、本当ですか？もうバッチリです、バッチリです。用意できてますから、衣装も。はい、それは助かります。ただ試合の時はサングラス外させてくださいよ、目つぶれちゃうんで。あの壁仙人の格好では戦えないですからね。はい、そんな感じでまた連絡します。わかりました。すいません起こしちゃって。あ、とんでもないです。はい、じゃあごゆっくり。あ、すいません。はい、失礼します。ウィーす、はい。